要するにさ、こう擦れてないというか、フランス自身が、そうですね、それが要するにあの非常に彼の、まあ、セールスポイントになったと。真面目な、要するにさ、無垢なイメージがフランスがあって、はい、それに対して山田はあのごつい顔、で、要するにね、メキシコだってレスラーになってやっとりになって新入そうですね野球にされたんだから、まあ要するにごついというかしつこいというかねちっこいというか、その要するにさ純な船木と要するにさたくましい山田がこう2つあったということがよかったね。分かりました。いやそんなところでじゃあ山さん次にちょっと続きます。今回の週刊こんな本題なんかどうでもいいやなんで本題なんかくだらないよね。終わった過去も終わったことをさ本題なんかくだらないよね。終わった過去も終わったことをさどうでもいいじゃないか。一応週刊プロレスの高さやもんせやらせてくださいよ何なんだお前今回はだから216号から217号を218号を219号、220号まで、サマーナイトフィーバー、2個間まで、さらにさ、いくつかじゃこれ、僕もパラッと見て、山本さん的になんか、ありますか？僕が言った方がいいですか？ああ、お前で。いくつかあって、例えば、まずね、サマーナイトフィーバー、1個間っていうのが、こう、あるんですけど、世代闘争以外に、ジュニアヘビー級の、なんか、トーナメントみたいなのがあった。で山田圭一、ライガーですね。ライガーさん、まだやっぱりライガーになる前の山田圭一さんとか、あと船木さん、船木正和さん、この辺が出てきたんですけど、山本さん的にこの辺の頃の、なんつうの、そのジュニアヘビー級うんぬんって、どういうふうに思ってたのかな。だって、ジュニアヘビー級ってさ、野球で言うと、2軍ですよ。そうか、そうか。だから、中間プロレスのメインにならないもん。ああ、確かに。2軍扱いだから。なるほど。要するにさ歌詞的にははいはいはい、もうヘビー級であってジュニアヘビー級ってのはそのさ、なんか一回そう、ね、下の扱いだから、そんなにさ売り物にならないわけよ。なるほど。でもさ物事が多様化してくると、それが時代がさ23になってくるとジュニアがものすごく注目されてるのが今の時代だよね。あれジュニアの方が動きがいいから、要するになんだかさ対象競技みたいなそのものすごいさ難度の高い動きをするから、そういう意味でジュニアが要するに今のファンに受けてることがあってジュニアとヘビー級が対等のように見えるけども、基本的にはやっぱり下なんだよ、価値的にはそうですね。でもまあその船木と要するに山田が出てきたということは、やっぱりこ う, もうなんていうかさ体の2人とも大きくないよね、でもまあ若者らしさというか嬉しさというものがあって、ね、2人とも、はいはいはい、要するにさこうジュニアヘビー級の一番いいところは技の難易度の高さじゃないよ、俺からしたら。フランと山田に見られたのはピュアですよ。なるほど。ピュア度が高いから、そこに価値があると、つまりプロレスに対する彼らの真面目な純粋な、要するに姿勢というものが魅力としてここに出てるわけ。あ、それ言ってんだよ、つまりプロレスに対する彼らの真面目な純粋な、要するに姿勢というものが魅力としてここに出てるわけ。それ言ってんだよ、この頃特に船木さんとかそのデビューしてまあそんなね立ってない頃でなんだっけコッポーとか行かれたりして、いや船木の場合は、アメリカで出てきた、昔要するにさ、集団就職で中学生的なイメージとは言わないけども、まあ彼はね、中学の優秀な中学だったから、でもまあいろんな家庭に出てきたわけじゃない、で、要するにさ、もう集団就職みたいなイメージあるんだけども、もうとにかくなんていうかさ、世の中知らないわけじゃない、はいはい、中学生としてるから、その意味でも要するにさ、こう擦れてないというか、フランス自身が、そうですね、それが要するに非常に彼の、まあ、セールスポイントになったと、真面目な、要するにさ、無垢なイメージがフランスがあって、それに対して山田はごつい顔、で、要するにね、メキシコだってレスラーになってやっとりになって新入そうですね野球にされたんだから、まあ要するにごついというかしつこいというかねちっこいというか、その要するにさこう純な船木と要するにさたくましい山田がこう2つあったということがよかったね。
いや今となってもうそんなことをもう忘れてますけど、当時一応新日本プロレスに所属していて、でもその藤原組長にこうなんていうの関節技とかさ、そういうものを教わりに UWF の道場行ったりとか、なんかそういう時代があったでしょ。いやいや、それは要するに UWF が、ね、時代新しい時代の、はい、要するにさ思想的さ、うん、トップランナーだったし、ね、要するにさパイオニアだったし、うん、アバンギャルだったから、うん、若者なんてそれに憧れるじゃない。確かに最先端の思想に、うん、トレンドですよね。だから要するにあの2人は新日本プロレス入ったら新日本プロレス絶対だったんだけども、うん、そこちょっと要するにユダレルという新日本と違う新しい価値観に憧れるのは当然だよな。山本さんとかこの頃はその、ね、船木さんとかライガーさんとか、ライガーさんって言わないから山田さん、うん、とはどういう感じだったんですか。船木さんは俺はあんまり知らせたことないけども、ああそか、まあ、要するに少年のイメージはですね、抜けないというかさ、うんね、要するにさ、さっきも何回も言うように要するにそういう、うん、純粋な、うんね、若者のものすごい、うん、そういう感じで魅力的だったし、山田はもう本当に、野心的なんですね。そうですね。それが要するに最終的にさ、ライナーになってダブダブリーのさ電動ヒーローの話したんですよ。今回電動ヒーローですよ。すごいことですよ。もう山田の作戦取りはすごいよ。ねえ、猪木さん、藤波さん、ついで3人目ですからね。いや、なんでサイマーズの電動しないねん。そうなんだよ。昭和大山さん。いろんな人を飛び越えて。昭和大山さんの名前のような。次は山沢さんだよね、本当だ。順番で言えば。でもさ、活躍感が見えんくらいだから。ああ、そうか。だから、その意味で、ライガーさんですね。ライガーなのかな。俺知らないよ。もうわかんないけど、すごいことだ。正式に引退したらなるんだよね。ああ、そういうことか。あ、引退しないと、そうか。なるほど、まだ佐山さん引退した。引退したら電動ヒーローになるんだよ。なるほど。そういうこともナイキとしてあるみたいな。ああ、そうか。そういう流れなのか。なるほどな。でも山本さん、この頃って、まあ、船木さんで言うんだったら、UWF に行って、その後パンクラスみたいになるわけじゃない。で、今の MMA の流れ。そこに、この15歳の、その、ジュニアヘビー級トーナメント出てる段階って、誰もそんなこと考えてないじゃないですか。うん、山本さんもそういう報道を、この後そういう風になっていくって、総合格闘技にちゃんとなっていくと思ってるんですか。思ってないよ。思ってないですよね。でも、その、彼が見る風景の中で、U の幻想が巨大になればなるほど、彼はそっちの方行くわけじゃない。うん、それでも行かない人もいるわけじゃない、うんうん、そっちに、そっちに行くということはリスクがあるじゃない、うん、新日本という巨大さ、うん、そう大企業に入ってるわけだから、うんうん、そういった意味では行く人と行かない人がいて、行く人は要するにさその時代に波に乗れるんだよね、うん、でも行く人はほとんど少ないから、うん、普段だよじゃない。そうですね、結局、うん、山田は行かないしさ、うん、そういうもんだよ。そうか、うん、だから行ったやつはやっぱりさ、鈴木村も行ったじゃない、はい、だから行ったやつはさ、うん、注目されるわけですよ。そういうことですね。だからそこで要するに人間は2つに分かれるわけですよ、うん、何にかけるか、うん、三者択一だね、うん、そうですね、まあ、中小企業の自営業の中に入っていくんですけども、それはそれでそういう野心でも将来的な可能性、うん、というふうに考えたら可能性にかけるとまで、うん、未知の可能性。そうですね、若さですよね、うん、うん、これね、小山さん、この号で有馬の浜口さんに対、うん、これはもさ、なんでこれが欲しいになったんですか。これはあれですよ、猪木さんがパキスタン遠征した時に、うん、お最後、うん、パキスタン遠征2週間やってガタガタにさ体壊してさ、はいはい、いやいやでしょうがなくて、うちの人はその後さジャパンプロレス行くんじゃない、うん、この時ゲームイズオーバー、最後要するにさイスラマバードの首都で、うん、競技場で野外場で、うん、試合やった時に、はい、最後になった時にこの要するに2人が要するにさ白大統領から一緒にこうもらったわけですよ。その写真ですよ、それパキスタンの写真、これへえ、山本さんは撮ったの。俺撮ったこれ。へえ。俺の写真ですよ。へえ、うん。この時もう終わった、よかったって言われて、もうほっとして皆さんがこういう顔になったわけですか。これパキスタンの顔ですよ、写真ですよ。俺が撮った写真が正真なんだから、いかに俺がすごいっていうの分かるでしょ。そういうことか。
カメラマンと同行していくのに、うん、俺はカメラマンを兼任してやっていくっていうから、あそうか、どんだけ俺のさすごい人間が分かるでしょ。なんでも山さんできたできたそれは週刊ファイト時代に培われた能力、うん、週刊ファイトは経緯がないから、あのカメラマンを兼任して、うん、あの右サイド写真を撮れと、うん、いやでも山さん多分あの俺はその山さんの凄さは分かるんですよ、僕もやったことがあるから。でも普通の人はそのカメラマンと記事を書くことが両立するっていうのはいかにすごいか多分分からないと思うよ。分かるわけないじゃないか。分かんない、やってないもん、ね、でも俺は写真を撮るということは、うん、あの記事よりも写真の方が重要だと思ってるから、そういうのもあるんだわけよ。なるほど。あるいは編集者はどの写真を選ぶかという能力が試されるから、うん、確かに俺は週刊ファイトからあの写真カメラ持ってキャノンのカメラ持って撮りまくっていた、うん、ということはすごく要するに俺にとってはプラスだと思う。ああそうですね、うん、でもそこは分業制で普通はやらないじゃない、ね、だから金がない要するに週刊ファイトはよかったわけよ、うんだからこそ逆にいろんなことやらなきゃいけないから学べたんです。編集であり記者でありカメラマンでもあるという、うん、この3つをやらされたことがすごく、いやそうですね、俺にとって編集の時役に立ったんですね。そうですね、写真選ばなきゃいけないし見出しもつけなきゃいけないし、タイトルもつけなきゃいけないし、写真を選ぶセンスによって編集者の能力変わるもん、うん、いや分かるね、本当そう思いますよ。だタイトルの付け方見出しの付け方ね、俺はっきり言って超重要これね、俺はっきり言って超重要これ言おうでしょ、誰もそう言わないけど誰も言えないけど、俺は勝手に言おう、自分で自分を褒めて言うのよ。いやだからそれはどれだけやっぱすごいことをやってるかって分からないからだよ。いや分からないよ、認めたくないよ俺のこと。ああいや認めたくないっていうか、ね、この大変さ分かんないですよ、この何時までにこんだけやんなきゃいけないなんて分からないよいや分からなくていいよあそっか、読者抜ければいやいやすごいことだよ本当にライガーさんはそのなんだっけ、サイモンさんと接点っていうのは、あ全然ありますね、新日本ときもちろん一緒で、ロス道場にセミナーで来ていただいたりとか、はい、その時番組で一緒に来ていただいたりとかしたんで、はい、すごいお世話になりましたね。なんか聞くところによるとハロウィンの時に何かあったんですよねそうですはい、ショー大谷のネットチューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね、LINE アット、始まってます、概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。ネット塾、格闘芸術を33倍楽しむ。いやこれね、オンラインでやるので要はネットだからネットっていう風にしたんですけど、共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。